こんにちは。今日から始める安心お得着物、着物らかん児玉です。今日は、先日こうした、前腹がしっかりしてて、端へこになった鬼紬 の、 へこ帯というのをお話したんですが、わしがちょっと黒い着物を着ていたんで、特に帯とこう相まってあまりこうよく見えなかったというお話があったので、もう一度、この鬼へこについて、今日はやらせていただきたいというふうに思います。先日もちょっとお話したように、まずは、ですね、まあ、通常私たちこういった、まあ、加工帯もしてるんですけど、まあ、実際これもね、こう伸縮性がこうあって、特にそんなにこう苦しいということはないんですが、まあよく私たちがするのは、まあ今日もそうですが、こうやって仕事が終わりましたと、これからまあ飲みに行きますみたいな時に、まあもうちょっとこう気楽な、だけど、へこ帯をね、前回もお話ししましたけど、へこ帯を上手に締められないという、まあ、方にというか、まあ、年齢ということもあって、まあ、私はこういうものをお勧めしてるんですが、もう一回今日ちょっと締めてみますね。よいしょ。まあこんな感じで、前は割としっかりしてます。まあすごい硬いわけではないんですけども、ちょっと固め、気持ちこう固めになるような芯が入ってますので、そしてこれまあギュッとこう結んでいただいて、あとはもうもうこれは別に特にこう気にすることじゃなく、適当に、で、まあこんな感じですかね。で、まあ後ろはこう蝶結びでもいいですし、肩蝶結びでもいいんですけど、でこの最後の端へこの絞りがちょっとこう垂れてるような感じで、前はこんな形で意外としっかりしてます。なんで前から見ると一見加工帯みたいな形に見えて、で実際結構お腹周りはすごい楽、まあ、それと前お話したこれは加工帯と同じ位置に締めることができるので、まあ通常ねへこ帯とかって割とこう上の位置、まあちょっとわざと今ずらしますけれども、まあこんな位置で締めてることが、まあお腹に巻くっていう感じが多いんですけど、私はあまりこれがかっこいいと自分でこの位置というのはかっこいいと思わないので、まあ、基本的には下目の位置ですね。の方がこうどっしり感が出るので、まあ、いいんじゃないかっていうことで、こういう、まあ鬼紬のへこ帯を使われたらいかがでしょうかということで、ちょっとお話しさせていただきました。それであとですね、まあ、ちょっとすごい失礼なんですけど、今ちょっとわざと寝っ転がりますね。でまあこうした時ですね、普通加工帯だとここに結び目があるのでお尻がこうグッとこう上がっちゃうんですね。でこれはもう変な足こんな感じでペタッとなりますから、もう全然こうやって寝っ転がってもすごい楽ですし、ですので家の中でゴロゴロする時に締めていただくには最適
ていうふうに私は思ってるんですね。よいしょ、すいません、失礼しました。で、ちょっと、鬼へこ、まあ今うちにある、まあ先ほどもお話しましたけど、全体はすごい柔らかいものなんですけれども、前腹に当たるところは少しだけちょっと張りがある状態になってます。で、まあこういうちょっとこう締まりやすい生地の、鬼紡ぎというものに端へこといって最後の部分だけこうやって絞りを入れてる。で、これはまあ変なし、この縫い締め絞りと、これはもう本当に縫い締めですね。ちょっと見えますかね。こうね、これはここによく見ていただくとプツプツと穴があると思うんですけど、これ糸でこう縫い締めていって、でこういう風にしてで染めるので、まあもともとこういう薄いグレー、ちょっとベージュがかったグレーだったところに、まあ全体染める時に、まあ、この地色と同じものがこういう風によろけの筋みたいに入る。で、ここはまあ変な話、一目絞りみたいな形になってるものなんですけど、まあこれは本当おしゃれということで、まあこういうふうにしてます。で、まああとこういったグリーンとか、まあこれは色はいろいろその時によって違うので、まあ本当にこう、いろいろその時絞っていただく時の色で上がりが違ってきますので、まあこれはもう本当にお客様のお好き好きでという。で、あとですね、実際本当にせいぜいこうこんなもんなんですね、持ち歩いていただいても。ですから邪魔にならないので、まあ、ちょっとおしゃれな人だったら、まあ、日中加工日を閉めてて、夜これからまあ飲みに行くよとかご飯食べに行くよって言った時にちょこっとこの帯に変えていただくだけで雰囲気はすごく変わります。で、まあ、あんまり仰々しい感じもしないという感じで、で、あとよく言うのが旅館のいわゆる名前が入った浴衣ってありますよね。まあ例えば、大和館とか、まあそういうものでも通常旅館に置いてある帯ってナイロン製の伊達締めみたいなものなんですけど、あれはどうも私もこうなんていうんですかね、こうかっこよく着ることができないので、まあそういう旅先行く時もこれ一本だけちょっと持ってっておけば、逆に中の着物がそういう旅館の名前が入った浴衣でも帯をこれ一つ締めてあげるだけで全然かっこよく着ることができると思うんですね。だから逆に言えば、普段のこう着物の中で使っていただくだけじゃなく、そういう旅先なんかにも持って歩いていただいたらいかがかなという、ちょっとしたこれだけのものですごくおしゃれができるっていうことで、まあ、おすすめしています。ということで、前回ちょっと黒い着物にこの帯を締めてしまったんで、ほとんどこの帯の感じが見えなかったというお話があったもので、今回、もう一度ちょっと取り直させていただいてます。ということで今日は、鬼紡ぎの、端へこ絞りの、絞りの帯、まあ、角帯と、へこ帯を合いの子にしたような端へこ絞りの帯というものを説明させていただきました。ということで、以上ありがとうございました。